あ、でも3時から3時半から試合開始します。あ、そうだ。だからあと1時間半ぐらいあります。あ、長いよ。だから1時間半ぐらいで1回出るとこで。あ、そうっすね。1回出る試合前に今ってバンテで負けるな。あ、またもう、わ、緊張してきた。俺もあれで、バンテで負けた試合で緊張度合いわかんない。あ、って思うでしょ。僕は逆に上げる。逆向いてそうだね。はい、すいません。これっていう試合ありましたわ。ここですね。ここですね。もう一つのスポットサウンディで。あなたに会社の部は本当だ。まだ気合いは入ってないです。気合い入れてくれてそうですよね。気入れてくれましたよね。今日のヘアスタイルのテーマは何？あ、今日のヘアスタイル、いやいやいや、ないっすよ。何もしてない。いつもいつもまこちゃんやないですか。いやいやいや、誰があのまこちゃんこれ出しとくな。まこちゃんって人知っとんや。そらまだとは。一回ちょっと何やろな、シンボみたいな。いや、出たかった。叩く方や。チンポみたいな。やばい、そんないじれることないから。ポニーちゃんめっちゃ笑ってる。そうなんですよ。いやいや、カッチカチ。へぇー、はい、距離分かるわ。さ、信用になるんじゃない？そんなじゃないよ。普通に頑張るなって、そういうことじゃない。だったら、神妙にしたことも神妙にされた。緊張してるし、そうだね。確かに。グローブ見ていたい。おい、ここ。硬いですか？硬い、めっちゃ硬い。時間かかったから、そのまま。もっといい。まず1分。どうか。右ハイテンシュコーヒーせよ。いや、もう気持ちいいだから、もう3人食ってやって、こう、コアとか全然できない。全然、生まれてこの方変わってない。なんかして、酔ったんちゃう。もうそれはもう、親の入れんやもんな。いや、親もこっちゃうんだ。変異。突然変異や、お前。マジで突然変異で、アナルさん。いやいや、アナルちゃう。アナルまことやん。アナルまことやん。寄ってこんでええねん。寄ってこんでええねん。まあ、あと3人ちゃん試合な。試合とかんと。30分後試合。はい。はい、おはようございます。緊張してる山下君。いや、あんまり話してないです。話してないです。ちょっと全力で応援していこうと思うから。はい、ちなみに CD の選曲は、え、入場曲の選曲は、入場曲は、はい、星空の下のディスタンス。星空の下のディスタンスやねんけど、はい、まあ、なんか急遽なんか CD がいるみたいな話になって、はいはい、CD 買いに行ってんけど、はい、まあ、星空の下のディスタンスっていうのはもう決めとってん、俺の中で、はいはい、それはもう前から言っとったから。ちなみになんでなんですか？俺が好きやから。なるほど。あれってめっちゃかっこいいね。星空の下のディスタンスで入場してくる山下君、はい、まあ、すごいイメージ湧くしねんけど、 CD、まあってん、はい、G アルフィーで探して、はい、で CD 見に行ったら、はい、星空のディスタンスコロナ編何なんですか。上がりきってる顔だ。どうすんの。どうすんの。いや、ええねん、ええねんな。
あ、ええー、で、ええー、で、あ、次の試合はリバルプレッシャーかけたのか。めちゃくちゃ緊張して、してるよ。どうしても勝たなあかんから。いや、マストやって言うよ。これ勝たなあ、もう何も、これ勝たなあ、何もできない。いやいや、何もできんない。俺、そっち。これ勝たなあ、何もできんから。俺が負けても普通にええねん。何も負けたらあかんねん、一番。ほんまに。これ勝たなあ、何にもならんか。ちょっと頑張るわ、はい、ちょマジ真剣に行くわ、はい、前まで前ブレイキングダウンでちょっと真剣に、はい、逆にマジマジほんまにこれマジっすね、真剣にしてアホらしいっすね、めっちゃ安定したそうなんだって普段練習真剣やったもんせやけど、うん、やっぱ楽じゃないですか、うん、あ楽練習の力出せるのが一番楽やから、なるほど、練習みたいな感じでみたいな、シェッそうシェッシェッシェッこの最後ないでもう全然Wait,
ナイスガッツ、ナイスガッツ、ナイスガッツ、ありがとう。はい、ありがとう。よかった。こちゃんどうやった？みんなゆうたのためにありがとう。みんなゆうたのためにありがとう。出さなきゃ。ドーンとか、はいはい、ガード上げてとか、はい、あの引いてとか、うん、それなりの、はい、なんかこと言っとったけど、はい、途中から行けまた出したことない声出しとか気持ちが出たブレイキングダウンと同じことがいやでもほんまありがとうみんなはい、ということで、はい、アイランドです。はい、カブスだ。はい、はい、山下君試合無事勝ちました。アイランドです。勝っていきましょう。ナイス。めちゃくちゃ覚えてきてる。元気ポーズ。違う。あとメイクはこんなに応援に来てくれてね、はい、どうでした？いやめちゃくちゃ嬉しかったし緊張したけど頑張ったって思います。はい、お疲れ様です。はい、ということで、はい、この動画良かったらいいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。はい、お金でいいんだ、帰ろう。甘い顔に癒した出とるぜ。じゃあ最後に試合出ます。人生初格闘技の試合出てみた。久しぶりの試合出るからコーチングがぜひ教えてほしいって言ったら心よく OK していただいて、なんですか重大発表。ブレイキングダウン出ます。うわ、もう込めてこうやってやっていくよ。緊張とワクワクです。すごい心の中、情緒不安です。
試合まで多分あと5時間ぐらい。来ましたよ、いよいよ。今が16。次よ。あ、落ち着いてる。軽量やから今日は、なんか全然あんま緊張してないけど、なんか、え、これ70キロ契約じゃないんですかって言ったら、はいはい、いや、That's good.